時間になりましたので、ただいまより内閣官房内閣人事局の主催、国交委員ウェブガイダンスをただいまより開始させていただければと思います。えー、令和4年度第6回のガイダンスとなっておりまして、えー、皆さんにあの、貴重な時間をいただきますので、あの、価値のある情報を届けできるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。本日のテーマなのですが、えー、第2弾と、 えー、国家公務員1 2、2年生に聞いた、若手にとって今の霞が関はどうですかというテーマで設定をさせていただきました。えー、学生の皆さんであったり、今後国家公務員を目指す方であったり、その実際目線が近い国家公務員のまだ若手の1、2年生の、えっ、ー、と、実際霞が関入ってみてどうなのかっていう部分について、えー 皆様にお届けできればと思います。内閣府、文部科学省、厚生取引委員会、金融庁の若手職員が登壇されますので、えー、後ほど紹介させていただければと思っております。 まず冒頭で、えー、話している私が誰なんだというところなんですけれども、えー、内閣人事局に、えー、人材確保が書かれているところにおります、矢部崎祐介と申します、えー。令和2年に総務省に入省しておりまして、えー、試験として、えー 入賞にあたる試験としては、総合職試験の法律区分というところで合格をさせていただいております。えー、今いるところが内閣官房の内閣人事権人材確保係というところなんですけれども、えー、ここで国家公務員の新卒であったり、中途であったり、採用候補を やっているところでして、まさにこの国家公務員にな,なってはいただくる人材を確保するための係りですので、えーと、そういった縁もありまして、今回お話を皆さんにさせていただ,く機会をいただきました。はい、まずこのガイダンスの流れといたしましては、最初にオープニングと題しまして、国家公務員の えー、概略についてお伝えさせて、お伝えした後、えー、パネルディスカッションという形で、あの、今回、先ほどお伝えした4省庁の方にお越しいただいてますので、えー、話を聞き、最後に今後のご案内という形で、えー、人事局であったり、各省庁で開催するイベントをご紹介させていただければと思っております。 まず国家公務員のミッションというところなんですけれども、もうここに記載した通りですね、無数のアプローチの可能性の中から裁量と思えるものを選択して解決のための政策を立案し、公正かつ的確に実施ということが、あの、丸ひっくるめていってしまうとこういうことなんじゃないかなという形で記載をさせていただいておりますで。この無数のアプローチの可能性の中からというところなんですけど、具体的に国家公務員として実施する政策としてはだいたいこういうものがあるんじゃないかなと。 予算、法律、税制、計画策定、方法、補助金であったり、でこういった政策ツールをです、ね、あの今回、登壇する各職員も、こういったツールを使ってますという話をされるすると思うので、あのの実際、どんなツールが使わ,れ使われてるんだろうという視点であのお聞きいただければと思います。 この国の行政組織という形で並べているんですけれども、実際政策を実行するにあたっては、えー、手割りなんて言われることもありますけど、その、いろんな事務をですね、一つのところで実施していても難しいので、えー、各組織に分割して分担管理するような形で、 え、政策を持っていて、で、その一方で、今回、あの、私がいる内閣官房であったり、今回特段いただく内閣府というところで、横串の機能を持っている組織があったりとか、そういった組織がですね、相互に関係しながら政策を実行しているという形になっています。今回、あの、あくまでここはオープニングですので、まず、あの、パネルディスカッションという、今回の若手職員のそのメインのテーマのところに入っていければと、 思っております。まずですね、じゃあ今回ご登壇いただく方、カメラをオンにしていただけますでしょうか。はい。今回、あの、4人の職員の方に出てもらうんですけれども、1人ずつ自己紹介をまずさせていただければと思います。まず内閣の森様、お,もお願いできますでしょうか。はい。よろしくお願いします。 えっと、令和3年に内閣府に入府しました森と申しますで。総合職の教育分に合格して、まあ、採用していただいたという形になってまして、今2年目の職員ですね。えーまあ、自己紹介ということで出身地と趣味記載していますが、まあ、これは記載の通りで、まあ、皆さん、むしろ経歴とか、まあ、どういう仕事をしているのかというところに関してあると思うので、そこにちょっと時間を割きますと、まずあの振り出しは内閣府の,あの経済財政分析担当というところには配属されて、そこから私の内閣府でのキャリアが始まりましたと。 でまあ、あのそもそもこの経済財政分析担当が何をしているのかというところと、まあ、その後で、まあ、じゃあそこにどうやって一年市名職員として関わってきたのかという、まあ、2点に分けてお話したいんですけれども、まず何をしているかなんですが、まあ、そもそも内閣府という組織が、まあ、いわゆるそのマクロな経済政策のまあ取りまとめであったりとか、まあ、経済対策みたいなのを政策として持っているんですけれども、まあ、そのマクロの政策を打つ前提で、ですねやはりその日本の経済が今どういう状況なのかということを認識する必要があると。 そうした経済の分析というものを大きな役割として持っているのが私がいる部署になりますと。じゃあ具体的にどういう形でその分析をアウトプットしているのかというと大きく分けて2点ほどあって1つが月齢経済報告と呼ばれるものでこれは毎月日本の経済であったり景気がどうなんだという判断を政府としての立場で行っているそういった報告になります。もう1つ大きなものが経済財政白書と呼ばれるもので。 まあこれはもうちょっと長いスパンでですね、まあ、日本の経済がどういうところに課題があるのかみたいなのは明らかにするような白書で、まあ、一応、日本で公表されている白書の中では一番歴史があるというふうに言われています。まあ、こういったものを取り扱っている部署にいますと。じゃあ次に、じゃあ,あの僕がこの分析担当でどのような仕事のかかり方を一連無職員としてしてきたのかというと、まあ、主にその総括業務と言われるものを行っていましたと。 で総括業務が何なのかというと、まあ、この月齢経済報告で言えば、この報告の中身を書くような仕事ではなくて、ですね、まあ、この報告をまあしていくにあたって、やっぱりいろいろなプロセスがあるわけなんですね。まあ、例えば、まあ、あの府内の時間にあげますとか、まあ、その上、大臣に説明しますあるいはまあ時の場合によってはまあ総理までこの説明を行いますというときに、まあ、その段取りを調整して整えてあげると、まあ、そういった仕事をまあ1年目は行っていました。で 2年目ですね。まあ、この4月からは消費観というところに移りまして、実際にこの月例経済報告の中身ですね。まあ、具体的には日本の個人消費みたいなところの分析を行っていると、そしてまあ今に至る形です。まあ、あの今日はせっかくお集まりいただいているので、あの基本的にはあのまあ2年目のこう。まだ浅い見識ですけれども、もまあ、ポジショントークとかなしで、あの率直に今感じているところをお伝えできればというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。あの、内閣府といえばやっぱりマクロ経済政,政策ってイメージはあるんですけど、なかなか幅広い訴訟があるので、実際それに携わっている方ってなかなか同じ機会も、自分個人的にはなかったので、はい、あの、いろいろお聞きできればと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。次は文部科学省の福島様お願いできますでしょうか。 あよろしくお願いしますあの。文部科学省の福島と申しますあの。本日はお話しする機会いただきまして、誠にありがとうございます。えー、それではあの自己紹介続けさせていただきます。えーとあのー、文科省の R3 入所、えー、令和3年入所なので、今、えー、先ほどの内閣の方と同じく2年目になります。でえー、私は2年間であの移動1回、あの4月1日に移動しておりまして、2つの部署を経験しております。 1>, えー、1年目があの大臣官房の政策課というところでいわゆるあの省内の政策文書とかの相互、えー、調整とか取りまとめの部署と言われるところで、えー、1年間、えー、勤務しました。えー、この1年間で、えーと えー、省内でどこどこの局どこの局下で何をやっているのかというのが大体あの外観ですけどあの分かるのであの非常に今となっては非常に勉強になったなと思っておりますで、えー、今年の4月まあ、途中からちょっとあの平人もついてたんですけども、えー、途中から、えー、今年の4月にあの総合教育政策局というところのあの教育 DX 推進室というなんともなんか麗華っぽい名前のあの本当に去年できたような室に移動になりまして、えー、今文科省あのギガスクールといってあの 1>, 1人1台小中学生にあのタブレット端末配ってあのそれを使ってあの令和の日本型教育をやっていこうというふうにあの進めているんですけども、えー、そこで何、えー、でしょう、えー えー、それを活用して得られるあの教育データを、えー、利活用して、えー、より良い教育を実現できないかというところをあの検討しております。で、えー、このあとさらに詳しくお話ししようと思いますけど、その一環であの行っている事業の一つで、えー、文部科学省が、えー、作っておる CBT システムの,あの m e c ビ i t というものの担当者を今させてもらっているというのがあの現状でございます。えー、本日はあのちょっと文科省もちろん所掌が広くて、全部私があのお話しできるわけではないんですけども、 えー、文科省の業務あの、私の話が全てではないという前提で聞いていただければなと思います。で、えー、質問などにもあの積極的に答えていければなと思いますので、本日はよろしくお願いします。実際にあの チャットではお答えできないんですけれども、あの Q&A というところから実際に質問を送りいただけますので、あの話の途中で送りいただいても問題ないので、ぜひあの質問があればこの Q&A のところもご活用いただいてお寄せいただければと思います。福島さんもよろしくお願いします。それでは次に、個性取引委員会の河村さんお願いできますでしょうか 公正取引委員会の河村七恵と申します。本日はお話をいただく機会を設けていただきましてありがとうございます。私は令和3年にえっと入局しまして、えっと今年で第2年目になります。で、えっと、もしあのご覧になった方もいるかもしれないんですけれども。あの？ 9月末まであの月曜の9時からのドラマで競争の番人という公正取引委員会を舞台にしたドラマをが放映されてましてそちらをご覧になった方がいらっしゃったら嬉しいなというふうに思うんですがそこで、まあ、公正取引委員会という組織があの独占禁止法として空き法を所管していてあのもう業界に縛られずあのどの業界であってもあの公,正な競争を公正な競争を目指していくための環境を整えていくという。 あの、主題のもとでドラマを放映されていたと思うんですけれども、はい、そこで今、2年目の職員をやっております。で、えっと、これまでの経歴を簡単に説明させていただきます。1年目は、えっと、1年目は企業取引課の総括係のところにいまして、えっと、企業取引課というところでは、えっと、独占禁止法の中でも、えっと、優越的地位の乱用と、あと、スター法について所管しておりました。所管している部署にいました。で、その中でも、えっと、 優越的地位の乱用行為であったり下請け法違反の行為がその起こる前に、えっと、起こる前にそれをどうやって防いでいくかということをあのっうとそれをどうやって防いでいくかといった観点からいろいろな政策を立案しているところなんですけれども、課の,の中で実態調査業務であったり相談業務であったりさまざまな業務がございましてその中で取りまとめをしておりました。はい、で2年目には今今 今いるところは、えっと、第5審査というところにいまして、えっと、今一つ事件を受け持っているっていうところでございますで。ドラマの中でも実際に舞台になっていたのは第6審査っていうところには、ではある、ではあると思うので、そのお隣の、実際にはない部署ではあるんですけれども、お隣の部署ということになります。で、えっと、1年目は、あの、独占禁止法であったり、下請け法について、その違反、 してしまう前というか、その違反する前に、その違反行為をそもそも防ぐためにどう防ぐかといった部署にいたんですけれども、今いる部署については、実際に起こってしまった行為について、えっと、それについて、どういうふうにえっと企業側に対して排除卒命令を取っていくかということを、排除卒命令を取っていくかということであったり、えっと、そもそもどういう違反行為があったのかということについて検討している部署にいます。はい でこれについてここ、この部署についてはまだ7月に移動したばかりでまだまだ自分も勉強中ではあるんですが、えっと、今回は,今回はその皆さんの今からの就職活動に少しでも役に立てたらいいなと思いましてなるべくいろいろお話しできたらいいなという,ふうに思います。よろししくお願いいたします。 初に来たばかりってお話もあったと思うんですけど、ほん、本当にまさに自分も最初に移動した時とか、これ、本当に今日からここ、これですかみたいな感じで、本当に大きく、あの、担当することが変わることもあって、それは本当に、あの、長い経歴で並んでる方の話とかだとないと思う、あの、そこまでそれが一つ一つの、なんですかね、その大変さとかは伝えることないと思うんですけど、あの、ちょっと若手の目線でそのあたりも今回お話しできればと思います。よろしくお願いします。 ぜひ金融庁の田畑さん、お願いできますでしょうか はい、よろしくお願いいたします。金融庁の田和田萌香と申します。えっと、今回、あの二年目の職員の方が多いとお伺いしましたが。あの、私は令和四年度に金融庁に入庁していまして。というと、あの、この前の四月に、あの、入ったばかりなので、一年目の職員となります。ちょっと緊張しています。はい、えっと、そうですね。あの、私は試験は、えっと、政治国際区分というもので受けていて。あの、法学部とか、あの、経済学部の人はそれぞれの区分で受ける方が多いかなと思うんですけれども。 まあそれ以外の方で受ける方ももしかしたらいらっしゃるかなと思います。 出身地は、趣味は、あの、記載の通りですで。経歴については、あの、4月に入ったばっかりですので、まだ一つの部署しか経験していないんですけれども、あの、総合政策局のリスク分析総括課というところにおります。で、ここには、あの、15個も質がありまして、いろいろなことを、あの、やっているところですっていうのが、簡単な説明の仕方なんですけれども、あの、攻めと、金融に関する攻めと守りの部署がたくさん入っているところで、 あの守りに関してはここにもちょっと某ドラマで話題となった検査官がたくさん所属と書かせていただいたんですけれどもこの某ドラマとちょっとピンとくる方いるかわからないんですけれどもあの 金融機関が何か問題を起こしたりとか、あの障害があった時などに検査に行くような、あの検査官がたくさんあのいます。某ドラマでは、あのメガバンクと金融庁のその検査官が対峙する場面だったりとか、まあ、土下座、倍返しなど、いろいろありましたけれども、皆さん優しい方がたくさんいらっしゃいます。で、フィンテックに関しては、なんかその先ほど申し上げた攻めと守りの攻めの部分かなと思うんですけれども、普段皆さんが使われているかわからないですけれども。 ラインペイだったりとかペイペイといったようなあの資金移動業者だったりとかあとは皆さん興味ある方いらっしゃいますかねあの暗号資産あのビットコインとか、まあ、そういったものだったりとかあとはマネーロンダリングあのこれは結構 あのロシアのウクライナ侵攻で話題になったりしましたけれども、まあ、そういったことだったりとか、あとはあのシステム障害、いろいろ金融機関システム障害あの起きるものですけれども、そういったことがあったときに対応するような部署があったりと、まあとにかくたくさんの所長が、あの金融の問題といっても幅広いのであります。で具体的にやってることとしては、あの皆さんと同じような総括業務、ここにあの障害から入ってきた依頼だったりとか、あの他国から入ってきた依頼について、 学室に対してその仕事を割り振るということをしていますここにいるだけでその金融に興味を持って入ったのでいろいろな情報だったりとかあの普段、うん、生活しているだけでは耳にできない情報に触れることができて日々新鮮な経験をしているところですよろしくお願いします ということであ、はいそ、実際そのフィンテックとかそういった部分のシステム障害って同じ担当で出場されてるんですね。<laughs> かなり勉強になりました。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。あ、あのパネリストの皆さん、一応カメラはオンにしたままで、そのリアクションが見えるのでよろしいですかね。ありがとうございます。ではですね、実際のパネルディスカッションのテーマにですね、あの入っていければと。 思います。実際にその制作のあの中身というところだけでもお話はできるかと思うんですけれども、せっかくあのいろんな省庁の方に来てもらったので、あの今回はある程度ちょっと横軸でさせてお話をできればなと思っています。えー、テーマとしては、えーと、国家公務員を死亡した動機一つ目、二つ目が学生時代に想像していた仕事と実際の仕事のギャップの部分。 で3点目が今後のキャリアでチャレンジしたいことという、この3つで設定をさせていただきました。あの時系列であの並んでいるようなイメージでおります。で、まずさっき、文科省の福島さんからも話がありましたけど、その人個人であの見えている世界をあの率直にお伝えできるわと思っていますのであの、これを言っていたから、この賞が絶対この意見だとか、そういったイメージというよりは、それぞれ職員個人が見てきたものっていう事実をありのままにお伝えできる機会として受け取っていただければと思います。 います。それで一つ目の国公務員の死亡した動機というところについて、それぞれあの話を聞いていきたいと思います。これが毎回で恐縮ですけど、内閣の森さんお願いできますでしょうか。はい。 よろししくお願いします。まあ、初めあの国家公務員を志望した動機というところで、まあ、ちょっと改めていろいろと思い返しながら考えていたところなんですけれども、まあ、やっぱり一つ一言で表すならですね記載のとおりですが、まあ、行政という立場から、まあ、より豊かな日本実現に貢献したいと、まあ、そのように考えたからというのが、まあ一言で言うと言えるかなと思います。 でまあ、この思いのまあ原点みたいなところなんですけれども、まあ、学生時代にですね、まあ、学生ながらこう感じ取った、まあ、こう明らかにこう日本がまあ経済的にもまあ社用国家になりつつあるというところへの危機感がまず原点としてあるかなと思ってましてまあなんか僕自身結構日本の歴史が結構好きで、まあ、近現代史あたりがすごい好きだったんですけど、まあ、やっぱその19世紀までちょんまげを言ってたようなまあ後進的な国だったわけですけれどもそこからですね、まあ、あの明治維新を経て、まあ、日本がまあ一応世界で GDP で言って まあ二位の国まで上り詰めたっていう事実に、にやはりこう日本人としてこう。まあ何かこう熱いものをやはり感じる部分があったわけなんですね。ただ一方で、まあ僕が生まれてからというもの、まあ日本経済結構こ下り坂を今。辿ってまして、まあ、なかなかこう経済的に明るいニュースって全然聞かないなというふうに考える中で。まあやっぱ仕事として、まあ日本の経済に対して、まあちょっとでもこうプラスの影響。まあ与えられるのは、そんな仕事に就きたいなというふうに、まあ感じていたというのが前提でありましたと。 でまあ、その中でもちろんです、ね、日本の経済を回してるのって当然、民間企業なので、まあ、民間企業に入って、まあ、そこから日本の経済に対してこう影響を与えていくっていう選択肢も当然考えました、あの民間就活も実際に行いました。 ただ、やはりです、ねまあ、就活を行っていく中で一で、ねまあ、つの事業者であったりとか一、まあ、つの業界にとらわれるというのはちょっとこう、ある種こう限界があるようなっていうふうに感じる部分もあって、まあ、そうしたところからやはりこう国として、まあ、最もこうマクロな視点で、まあ、こう日本の豊かさ、経済について考えて、まあ、施策を通じてこう影響を与えていけるような、まあ、そうした仕事をできるということで国家公務員を志望するに至ったという形ですね。 であのその中でまあ内閣府を選んだ理由なんですけれども、まあ、記者のとおり大きく2点ありまして、まあ、1点目がまあ内閣府が、まあ、先ほどの自己紹介でも申し伝えましたけれども、まあ、マクロな経済政策であったり、まあ、経済分析みたいなのを所掌しているというところで、まあ、僕自身、やはりまあ豊かさって結局は多分経済に最終的に決するのかなと思ってて、まあ、そういった意味でこうマクロ経済に携われる内閣府がいいなと思ったというのがまあ1つ目ですね。 でもう一つが、あの内閣って、まあ、先ほどちょっと申し合わせたんですけど、もともと旧経済企画庁と呼われる組織と、まあ、総理府っていう組織、でまあ、あと他にもちょっとあるんですけど、まあ、主にその2つが組み合わさって,てきた組織なんですけど、まあ、こう経済以外にもやっぱこう幅広い所掌を持っている組織なんですね。 なので、まあ、例えばここに記載しましたが、まあ、男女共同参画であったり、あるいはその防災政策みたいな、まあ、あのめちゃくちゃその重要な、まあ、多岐にわたる政策領域を持っているということで、まあ、経済以外でも活,活躍の場があるというところに、まあ、あのかなり魅力を感じて、内、ま、閣、あ、を志望するに至ったというところですね。はい まあ最後補足的ですが、まあ、一応この内閣という組織がその官民問わず多くの出向者を受け入れる組織でもあるので、まあ、いろんな人と関わり合いながらまあ仕事ができればというふうにも思って、まあ、今この内閣で働いているというところです。 ありがとうございます。まずの、日本の歴史とか、実際に授業でやるような、高校とかの授業でやるような話で、そこに問題意識をいただいて、そこから志望動機につなげたって話。ありがとうございます。内閣、本当にいろんな所掌があるので、もしホームページとかご覧になるとすごい面白いかなと思います。はい、次、文部科学省の福島さん、お願いしにできますでしょうか。はい、文科省の福島です。またお願いします。死、えー、志望動機をお話しさせていただきます。 えー、左側からいきます。で、国家公務員をまず死亡した理由をまずお,しお話しさせていただいて、えー、次、もう一箇所死亡した理由という順で話せればなと思います。で、ちょうど坂口さんという方からもなんかコメントでご質問いただいているので、それについても、あのここでお,かお話しできるかなと思ってます。はい。で、えー、まず国家公務員を目指した理由なんですけど、えー、こ,れこれは本当に、あの、なんか、これといったきっかけというのも僕にはあんまりなくて、まあ、なんか、あの、よく言えばなんか、 ただただ正義感が強かったんでその弱い立場に置かれた人の力になりたいなというのはなんとなく昔から思っていて、えー、そういう仕事って何だろうというのはあのー、高校生 大学生を通じて、えー、ちえでもともと、えー、裁判官とか、まあ、司法の領域で、えー、そういう何でしょう弱い立場に置かれた人を、まあ、個別かつ事業になるんですかね司法で言うと個別かつ事業の救済が、えー、ちょっとしたいなと思って少子化とか受けようかなとか思って法学部とか入ってたんですけども、えー、いろいろあの大学時代に説明会とか出ながら、えー、情報収集していった結果 えー、やっぱ行政の,あの事前でかつ包括的になんか、えー、多くの人を救える可能性があるんだなというところに惹かれて、えー、行政を、まあ、国家公民を志望するに至りました。 で、えっ、ー、と、国家公務員で民間にない、えー、なんか魅力とかってありますかとかいうのがたまに聞かれる質問かなと思いつつも、えー、そこには私たちも明確な答えがあって、要するに、あのー、民間企業ってあくまで、あのー、利益が出ないとやっていけない世界、まあ、いくら、あの、公共性がいくら、公共心がいくらあっても、えー、採算が取れない事業っていうのは、やっぱ、あのー、成り立たないことになりますんで、えー、その点、国家公務員は、えー、 儲からないけど、本当に大事な仕事っていうのが唯一できる仕事だなと思っていて、ここは本当に今でも魅力だなと思ってます。なんか昔、経済の授業で市場の失敗とかいう話を聞いたのがなんかあの印象に残ってます。でも、この辺は最終的にあの幅広に情報収集して、どっちが自分の考えと合うかというのを見つけていくのが大事なんだろうなと思ってます。で、えっ、ー、と。 文科省何で選んだかとというところに移りますで左側の1ポツ目で話したのと右側の1ポツ目はかなり関連するんですけど要するに私はあの行政の,その事前かつ包括っていうところが一番素晴らしいなと思ってあの国家公務員志望したので、えー、文科省ってあの義務教育を所管してますんでまさにあのほぼ全員かつあの事前、まあ、人生の かなり序盤であのアプローチできるっていうのがあの非常にあの私の性格とあのやりたいことと合っていたなと思ってます。でかつ、えー、文科省はあのいろんな子ども関係の省庁はできたりあったりしますけどあの一番自分自身で未来を切り開く力を育む省庁なんだろうなと思っていてよくなんかあのいろんな他の省庁とかと比べられるのはその文科省はなんか魚の釣り方とか自分で生き抜く力を えー、育てる象徴なんだみたいなことをたまに言われますけど私がやりたいのは、まあ、このあたりだろうなとか言いながら、まあ、結局自分に合っていたというのが全ての結論になります。で、えー、3つ目、えー、文科省はやっぱ学校現場を持ってますんで、えー、我々がやっていったことっていうのは最終的には学校現場に政策が反映されることになって、えー、そこを想像しながら常に働けるっていうのは あの非常に良いいとところだろだうなと思います。要するに、広、え、告、ー、もいろんな仕事ありますけど、えー、学校というのはまあみんな通ってきた道であり、自分も通ってきた道であり、えー、こういうところでこういうふうに反映されているんだろうなというのが常にあの、まあ、イメージしやすいといいますか。あのー こういうふうになってるんだろうなっていうのを想像して子供のためになってるんだろうなっていうのを日々実感しながら、まあ、ちょっと実感はちょっと遠、まあ日々実感してるからって言われてちょっと微妙ですけど、まあ、あの実感することがあの可能なんだろうなと思って、ここも文科省のいいところだろうなと思ってます。はい。はい、ありがとうございます。ちょっとまた、あのー、質問とか出てきたら回答していきたいないと思ってます。はい、お願いします。ありがとうういましたで、ね、そ,うそうですねはい、じゃあ,ありがとうございます。 じゃあ、このまま引き続いて次は、公正取引委員会の河村さん、お願いできますでしょうか。公正、はい、取引委員会の河村ですと。国家公務員を志望した動機なんですが、はい、あの、表示されている通りその、そういう両親では、そのただ、その自分の,その両親が、そのまあ、親が仕事をこれまでその頑張ってくれていたので、自分はまあこれまで、 あまああまり何不自由なくその好きにいろいろと活動させてもらえたりあのそうですね本当にいろんな経験を積ませてもらえたのかなっていうふうに思ってましてでいうふうに考えた時にその自分の両親があの仕事をきちんとがん頑張れるというか、まあ、頑張ってそのきちんと儲、えっと、けがもうきちん,んあの頑張ってであの利益あの対価をいただけるっていう環境を環境があるっていうのはその 環境があるということ自体はその、そもそもそういう環境が恵まれていたからであって、その環境を整備しているのがその公正取引委員会なのかなというふうに思,思ったので、まあ、国家公務員を、えっとそうですね、なので国家公務員を目指そうかなというふうに思いました。はい、であの死亡についてなんですけれども、あのまあ、その自分…えっと 主に公民就活しておりまして、えっと、最終的にはあの地元の,あの県庁であるかそれが公正取引委員会であるかというふうに、まあ、ちょっと悩んだ部分もあったんですけれども。 まあそのちょっと言葉足らずではあるんですけれども地元の県庁であるよりかはその公正取引委員会である方がそのより多くのより広い範囲で多くの人に役に立てるのかなというふうに思いまして最終的に決めました。はい。で実際入ってみて思ったのはその公正あのちょっと先ほどの話。 とかぶるところはあるんですけれども、その公正取引委員会自体はどこかの業界を所管しているということはなくて、例えばその金融庁だったらその銀行の金融業界さんを所管しているということとかあると思うんですけれども、公正取引委員会はそういうどこか業界を所管しているということはなくて、もうその市場があるところについてはすべてあの公正取引委員会がその整備するべき環境,の対環境になるので、まあそうえっと、自分がそのより広い範囲であの 役に立てるのかなって、あの最後決めたのは、まあ、ちょっと合っていた部分はあるのかなっていうふうに思ってます。で、あのちょっと Q&A のところで、官庁訪問でアピールすること。あすいません。えっと、Q&A のところで、その官庁訪問でなんか特に意識していたこととかありますかっていう質問をいただいてたと、あ質問をいただいており。 いいただいて、すみません、ちょっと自分なりの答えではあるんですけれども、まあ、皆さんその説明会とかに今どんどん出られていてで、まあ、聞いたことをその自分なりにまあ咀嚼しているというか咀嚼している途中ではあるとは思うんですが、まあ、それを踏まえた上で、まあ、自,分これ自分の性格であったりこれまでの自分があのしてきた経験の中で、まあ その自分が今から希望する省庁の,の仕事に就いたときに、これまでの自分の経験がどういうふうに生かせるのかっていうのをその具体的に、まあ、考えてみて、それを説明できるように、説明できるようにする,するといいのかなっていうふうに思っています。はい、私からは以上になりますあ今のの動機の 国公務員のところなんですけど、自分もちょっと共感するところがあって、なんか何かを死亡する動機とかってたくさん民間でも、国家公務員でも、それこそどの世界でも聞かれると思うんですけど、なんかそこ死亡するにあたって、なんかこんなあの辛いことがあってとか、そのなんかマイナスなことがあって、それを、 このおかげで乗り越えられたんです、みたいな、なんかドラマが必要なのかな、というところで、いや、俺こんなのないわ、みたいので、なんか詰まっちゃう時とかってあると思うんですけど、なんか実際に、あでもそういうことに悩まなかったのは恵まれてたからだなっていう、その気づきも十分なんか死亡動機になるなと個人的には思っていて、はい。あの、すごく共感しました、個人的には。あの、死亡動機を考える上でも、あの、非常に一助となるんじゃないかなと思いました。はい。ありがとうございます。 最後に金融庁の田原さんをお願いします。はい。 えと私が国家公務員を志望したのはというところで、ちょっと大それたことを書かせてもらったんですけれども、日本、そして国際社会のために自分にしかできない仕事がしたかったからということで、この1行目の日本、そして国際社会のためにというところはそ、なぜ国家公務員にな,なりたいと思ったのかという左側の部分とつながっていて、まあ、自分にしかできない仕事っていうのが金融庁であるなと思ったので入っています。ちょっと順を追って説明させてもらいます。えー、ととと学生生時時代だったりとかか、まあ、高校生の時とかはあの 海外で働きたいいなと思っていてあとはなんか国際機関とかいいなっていうふうに思っていたので大学では国際関係を勉強したりとかあとは外資系企業がいいなと思ったりとかあのその文脈であの留学をしたりもしました。 でもやっぱりなんか自分自身日本人であるっていうことはあのどこに行ってもまあ変わらないなっていうふうに思っていて自分が生まれた場所ってあのもう変えることでできないですよねで。結局どこに行ってもいろいろな国に学生時代行ったんですけれどもなんか自分自身が日本人であるっていうことをどこかでずっと意識してる自分がいるなっていうふうに思って。 で先ほどの方もおっしゃっていた方いらっしゃいましたけどなんかこう日本経済が落ちぶれていっているっていうのを他の国に行って日本を客観的に見て感じているところとかにすごく問題意識を持ったりもしていました。 で、結構、あの、考える人間なので、あの、抽象的なことを考えるのが好きなので、なんか、就活の時、すごく迷って、働くとは何か、みたいな問いを自分自身で考えてみたんですね。あの、もし迷ってる人がいたら、あの、ぜひ一度考えてみてほしいな、っていうふうに思うんですけれども、なんか、人によって働くとは何かの答えって、例えば、たくさんお金を稼ぐことだったりとか、まあ、自分の生活を支えるために必要な、あの、お金を支える人と繋がるとか、いろいろあると思うんですけれども、私にとって一番自然な答えが、 社会の役に立つことでただ民間企業でも社会の役には立てますよねでも自分がそのどの先に価値を提供したいかっていうふうに考えたらそれはやっぱり自分自身が海外に行ったりとかしながら考えていた日本そして国際社会だなっていうふうに思いましたであのいろいろなところで働くことはできると思うんですけれども日々その日本のために なることは何かっていうことを意識しつつ働きたかったのでその問いの答えが見つかるかはわからないんですけれどもそれをずっと考え続けたいなと思ってここ公務員を目指しました。であの当初はこういう動機なのでいろいろな省庁を見ていて例えば外務省ですとか経済産業省なども見ていました。 でもこう学生時代にいろいろなことを経験する中で自分ってどんな人間だっけっていうふうに説明するときにあれとあれとあれとあれに興味がある人ですみたいな感じになってしまって自分自身これが得意ですっていうことがないなっていうふうに思っていて、まあ、そこに関して金融っていう軸だったりとか何か軸が欲しいなっていうふうに思っていろいろ探していくところで、まあ、金融庁に出会いました。でなぜ金融庁かっていいうとところでいくとあの、まあ、日本経済に対 アプローチ先ほどの自己紹介のところでもあの攻めと守りがありますっていう話をしたと思うんですけれどもこの両方が担えることだったりとかあとは国際的な議論金融でたくさんありますけどそういった仕事もそうですし。 あのそれと同時にあの地方銀行とかも所管しているので国内的な仕事もかなりあ,のあります。なのでその両方を本格的にできること魅力的だなというふうに思いました。で、まあ、政府系機関ともとても迷ったんですけれどもあのそうですね、やっぱり霞が関に対する憧れだったりとかこういった 機会で他の省庁の方とも一緒にあの横並びで協力してあの日本をよくしているんだっていうような感覚を持っているのはすごく仲間がたくさんいるような気がしていいなと思ったので志望省庁は,いあのはまあ、あのそういった形で決めました。以上ですではちょっとしえー、っとですね 次のそれ質疑と入れてるんですけど、結構事前にいただいた質問としては、あの民間企業と、あのどこで迷った、えー、迷っていた方はいましたかとか、で、その中でどう決めましたかであったりとか、あとはその地方公務員と、あの、迷った方いましたかとか、それでどう決めましたかっていうところがあったと思うんですけど、今回、あの、登壇されてる方で、あの、ひとまずそこについては、あの、ご回答ができたかなと思うので、 あとは先ほど川村さんからもいただきましたけど、官庁訪問で何かアピールしたこととか、意識していたこととかって何かおありになる方っていらっしゃいますかねいはい。すみません、ありがとうございます。はい。えっと、そうですね、あの一番直近で官庁訪問したのであの、思い出したんですけど、はいあの、そうですね、就活の時って、その あの職員自分がその職員だったらどういうことを考えるかなっていうのをあの考えるのは難しいんですけれどもなんかできるだけその思考に寄り添うような形で,、うん、で足りない情報があればそれについて補うような質問をするとあのなんか周りの学生とはちょっと一歩高い視座で質問ができるかなと思ったりとかそれで話が弾んだりとかしたような記憶があるので、まあ、そういったことを意識していましたしそれがあの入ってからも役に立っています。 はい。以上です。ありがとうございます。そうですね。まさになんか同じ職場で働く人を、あの、その官庁訪問の中ではあの、たくさん、あの、会うことになるので、実際に同じ組織で働いてみてどうかという目線で見ているので、確かにそこの、あの、どういう、あの、考え方を持つかっていう、そこについては非常に重要かなと。 思います。ありがとうご、皆さんありがとうございます。あのー、実際に、あのー、はい、入られてる賞は違うけれども、根底にある、なんか日本の豊かさであったり、危機感であったり、そういったところは結構同じ、つってしながれてるものとか、そういったものを感じていただけたんじゃないかなと思います。皆さんが今後志望動機と考える上で、あの、一つの事例として参考にしていただければと思います。それでは次のテーマに移っていければと思います。次のテーマは、あの、学生時代に想像していた、 国家公務員の仕事と実際のギャップというところでテーマを設定させていただきました。ここは、あの、実際に、あの、入ってみ、入ってみて、あの、あ実際その、官庁本部であったり、そういったところたくさん調べたり、あの、入ってる方の話は聞くんですけど、それで持っているイメージと実際に入ってからのズレっていうのは、あの、こ,これから、あの、もしここを目指すのであれば、すごい気になる部分なのかなと思いまして、設定をさせていただきました。はい。 そこについてですね、あの、入ってる省庁とかそういったところにもと違うかと思うんですけど、そこについてちょっと今の霞が関にいる若手がどんなギャップを感じているのか、それがプラスかマイナスかわからないですけど、そこについてお伝えできればと思います。はい。たびで恐縮ですが、内の森さんにお願いをします。はい。お願いします。はい。お願いします。まあ、あの、 学生時代、じゃあそもそも私がどんなイメージを持っていたのかというところからお話したいんですけど、まあ、一番上に書いてます通り、まあ、あの国家公務員って仕事内容はまあ確かに魅力的だなと。ただ一方で、働き方はブラックっていう声をめちゃくちゃ聞いていましたし、実際にこう、あの先輩とかに聞いても、いや、なかなか厳しいところあるよみたいなのを聞いたこともあって、まあ、正直結構不安に思ってましたと。 じゃあ実際入って2年か、まあ、2年弱ですけどどうなのかと聞かれると、まあ、率直に申し上げて、まあ、この今のところっていうのが大事だったと思うんですけどあの今のところはあの想像していたほどは悪くないっていうのが、まあ、僕の今感じている率直なところです。で、まあ、ちょっとこのテーマ本当に結構いろいろとしゃべりたいところめっちゃあるんですけど、まあ、ちょっと今回あの時間の関係もあるのであの3つに3つの論点にちょっと絞ってお話していきたいなというふうに思ってます。 でまず1つ目が、やっぱその長時間労働というところですね。まあ、やっぱりその学生時代のイメージとして、まあ、本当にこう毎日こう深夜まで、しかもこうサービス残業するみたいな、まあ、そういう過酷な労働環境をイメージしていたっていうのがあったんですけど、まあ、入ってみてどうだったかっていうと、あの正直申し上げて、繁忙期はあのイメージ通りでした。正直、連日深夜まで残業する、連日タクシーで帰るみたいな時期、正直あります。ただ別にそれって多分 この業界によらないと思ってて結局どの仕事も繁忙期ってやっぱ忙しくなるんですよねで一方でこの繁忙期がこう何ヶ月も続くかって言われるとまあそういうわけでは当然なくてまああの全然落ち着いてる時期も多いですし落ち着いてる時期だと、まあ、本当に基本的にまあ、常識的な帰宅時間であの帰れるというところはあ,のあるかなと思ってますでまあ一つ申し添えておきたいのがまあサービス残業まあよく言われていたところなんですけどもこれはあの現状においては私は一度も経験したことがなくてまああの 残業した分だけ、その分、しっかり給料が支払われるというような形に、まあ、少なくとも今はなってます。昔はちょっと違ったようなんですけど、少なくともあの私が入ってからはあのずっと残業代出ているというところです。はい、で続いて2点目ですね、あの若手が何もできないというイメージを持っていました。やっぱり官僚っていう、まあそう、組織の性質もあると思うんですけど、若手、何もチャレンジできないんじゃないかみたいなイメージを持ってたんですけど。 じゃあ実際どうだかというとあの当然ですねあの組織の性質上あの若手に意思決定権は基本的にないですね最終的にはあの上が決めると、まあ、上が黒といえば白でも黒になるっていうのが、まあ、正直リアルなところではあると思いますただですね、まあ、じゃあ若手で何もできないかっていうと、まあ、そういうわけでは必ずしもなくてやっぱりその自分の意欲であったりあと、まあ、これも結構大事かもしれないですけど、まあ、上司の意向次第ですけれどもやっぱりそのチャレンジする機会っていうのは、まあ、あの見つけようと思えば全然見つけられるなというふうに思ってます でまあ、具体的にちょっとエピソードをお話しすると、まあ、私先ほど申し上げたとおりあの経済の分析をするような部署にいるんですけど、まあ、この部署があの自分の名前でですねあの自分の好きな、まあ テーマであの経済を分析して、まあ、それをレポートとしてあの公表するっていうことをしてるんですけど、まあ、それあの1年目の本当に何も経済について正直あんままだ分かっていなかった、まあ、今もそうですけど、あの分かっていなかった時期にですね、あのまあこうしたテーマでこういう分析したら面白いんじゃないかみたいなのを、まあ、あの別に上司に言われたわけでもなく、ですね、まあ、自分でこうテーマを見つけてきて分析をし、まあ、実際にこう上司に提案してみて、ああそのテーマならいいんじゃないみたいな形でまあ公表させてもらうとか。 まあそういうい本当にまあ完全に自分一人でこう起案したようなものをまあ世に公表するみたいなのが一つできたっていうのはまああのギャップかなと言いますかまあ若手のうちからこんなことまでできるんだっていうのは一つちょっとまあいい意味のギャップかなというふうに思ってます。はい、最後3点目ですね、働き方の面でまあその紙とかまあファックスまあよく言われますよね、旧、まあ、体依然のまあ非効率な働き方を政府はしているというようなイメージを持ってたんですけどこれは正直あの悪い意味でのギャップであの想像以上の紙文化でした。 はい、あのこんなものまで紙で渡さなきゃいけないのかとかこんな。 遠くままでで紙で運ばななきゃいけないいけののかっていうはは正直あの日々感じるとところはあ,のありますとただ、一点こう申し添えておきたいのが、改善に向けての動きっていうのはやっぱ着実にあって、これはあの多分霞が関っていうレベルでもそうですし、僕が今いる部局でもそうなんですけど、やっぱもう無駄なことはやめていこうっていう動きは、確実にまあ近年より強くなってると思うんですね。なので、ここはちょっと引き続きまあ課題だなというところではあるんですけれども、ああ実態としてはこういうところかなと。 思っていますで、まあ、あの申し上げた3点ですね、まあ、総括して、やっぱり、まあ、あの結構悪いイメージを、あの働き方の面では悪いイメージを持ってたんですけど、あのまあ、実際、そこまで悪くないんじゃないかというのが、まあ、2年目職員の感想です。で、まあ、最後、注意点なんですが、これ、一番下にも、あごめんなさい、<laughs> ごめんなさい、ちょっと持っていただいて。 どうも。 この注意点が大事だと思うんですけど、結局、部署の業務の性質とか、雰囲気とかですね、あるいは時期であったり、上司の意向っていうところに、今話した話って、めちゃくちゃ大きく左右されるんですね、僕自身も1つの部署しか経験してないので、非常に狭い見方だっていうことにやっぱり留意してほしいですし、このあと、いろんな職員の、他所長の職員の方含めてお話しされると思いますけれども、それも話半分といいますか、あくまでその人が体験した1つの N イコール1の事実であるという いうことは認識した上で、あのお話聞いてもらう方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、僕から。以上です。ありがとうございます。あのまさにここのブラックところは実際そういうブラック霞化石みたいな身長も出てますし、その報道が実際に働き方改革に繋がった部分はあると思うんですけど、まあその一方でやはりそれが強調されすぎて、その国公務員にちょっと不安だな。とか。まさにそこって今入ってる方もそういった感想を。持って って言いながら霞が関に入っていたっていうところと、ここの実際の想像したほどっていうところのですね、なんかすごい、あの、実感としては非常によくわかる感じがします。あの、正直な意見として、あの、受け取っていただければなと思います。まさに今でも内閣人事局では様々な働き方改革を実施しているところなので、ちょっとここの紙文化のところとかですね、あの、自分の、あの、近くに働き方改革担当もいるので、ちょっとそこに話をしたいと思います。ありがとうございます。 じはあ、文科省、福島さんお願いします。 あ文の福島ですすままお願いします、えー、と私の,あの感じたギャップ、だいぶあの内閣の森さんと被ってしまって、あちょっと、あーとか思ってるんですけども、でもまあ同じ,あの同じような科学外科の方がいてあの嬉しい限りでございます。で、えー、とあの最初にドンと書かせていただいたんですけど、えー、なんか公務員の若手はなんか成長できないからガンガン転職していっててやばいみたいなニュースをなんか入る前とかよく聞いてたかなと思ったんですけど、えー、全然そんなことはないなとあの日々2年間働いて思ってまして、えー、ここにドンと書かせていただいたのは、 公務員の若手にはま成長できる環境が整っていると、あのでかく書かせていただきましたえー、ちょっとその詳細をちょっとペラペラとえー、ちょっと3点絞って回答していければなと思います。でえー、1つ目なんか若手は裁量さっきちょっと森さんが言ってたような話ですけども、えー、若手が裁量がないみたいなことを言われてましたけど、私今2年目なんですけども、えっ、ー、とあの大きな事業。先ほども申し上げましたけど、あの今？ 今の皆さん、小6中3とかであの全国学長、その要するに全国の小中学生があのまあ学力調査を受けるみたいなイベントイベントがあると思うんですけど、それを当然、あのこれまではずっと紙で紙でやってきてたんですけど、まあ、1人1台端末のあの措置に合わせて、当然あの CBT で。cbt c v t あのコンピューターを使ってあの調査を行うということにあの移行が始まってまして、さまざまメリットがあるので、移行が始まっておりまして、それを行うための,あのシステムというものを、今、MECVID としてあの開発をあの進めておるところです。で、今、その事業の一応、スタント、当然上司はいて、決定権はないというところは森さんと同じなんですけども、の下担当者としてあの原案作りとか、こういう改善をした方がいいんじゃないかみたいなのをあのを原案作り。 とえっと、上司への相談権とかは完全にあの僕にあるので、えー、非常にあの裁量は大きな仕事だなと。まあ、あの質の人数が少なくてスタントにならざるを得なかったという事情もありつつもあのスタントをやらせてもらって非常にあの楽しい毎日を送ってます。で、2つ目が あの社会で使えるスキル身につきませんみたいな話もなんかたまに報道とかでされてるかなと思うんですけど、えー、一つが、えー、そんなことはなくて、えー、要するに総合調整力とかコミュニケーション能力とかはどこ行っても使えるし、えー、非常に仕事の中でも鍛えられますと。えー、もう一つが、これ結構あの入ってから気づいたというか、今の部署に行ってから気づいたんですけど、なんか文科省というかまあ役人になれば、えー、なんか意外とみんな、あの、 めちゃくちゃゃく教えてくれるんですよね <laughs> あのなんか教育系の,あのエドティックのイベントとか行ってもなんか文科省ですとかいうあの札をぶら下げながら歩いてるといろいろ皆さん丁寧にご説明してくれたりえかつあの今の授業でもあの本当に業界の第一人者みたいな方からこ,うここの技術はこういうふうに動いていてみたいなことをあの本当に業界の本当にお詳しい方から直接あの教えてもらったりあの勉強させてもらえるのであの非常にあの 一人で文書でなんか、あの、民間企業だったら勉強してた領域なんだろうなと思いながらも、あの、本当分かりやすく、非常に最先端のことを教えてもらえて、これは本当に役人じゃないとできなかった経験だなと、日々思っております。 で3点目、あの森さんもおっしゃってましたけども、も激務なんだろうなというところだったんですけど、私、まだ土日はほとんど出勤したことなくて、えー、最初に趣味もいっぱい書かせてもらってましたけど、土日キャンプ行ったりあのしてますしあの、本当にずっと自分の時間を過ごしてます。でもう一つ意外,意外だなという点があって、育休とか自殺出勤とか、非常に多く使ってる職員の先輩多くて、これ男性、女性問わず、あの 育休取られる方、は最近も私の尊敬している上司が1人あの育休取られたりしましたけど育休とか自殺出勤お、こんな感じで進んでるんだっていうので、まあ、将来自分も取れればいいなと思っておりますすはいいそんな感じです引き続き続お願いします。 思うんですけど本当に多分役所に入るとあの何気なくそのメールのリストに入っている方のあん、ま、あ間近であって名刺をもらうとあこんな偉い方なのみたいなことって結構あったりして本当に役所に入るとその専門性の高い方だったら一人その大業界第一人者という方とお話す機会がたくさんあるのでそういった機会もあの役所に入ることの魅力としてあの受け取っていただければなと思います。 それはいろんな人に発表しているんだなと感じて感じたところです。ありがとうございます。次に公正取引会の小浜さん、お願いできますでしょうか。はい、あ、お願いします。と想像と実際の仕事のギャップについてお話しさせていただきます。と一つ目は、え、すみません、あの国家公務員というよりかは、ちょっと公正取引委員会に対するイメージのギャップというところにはなるんですが。私もその何度もその説明会であったり、官庁訪問であったり、その参加させていただいて。 ではいただいてでまあその立ち入り検査以外に多くの業務があるっていうふうにはずっとお話を受けて受けては五つ,つも実際に入るまではまあ、それでもなんか立ち入り検査のようなその実験審査業務が主なものになるのかなっていうふうには思っていたんですがただその1年目の部署がそのあの立ち入り検査の審査の部署ではなくまた別の部署であったということもあって本当にあの業務内容は部署によるんだなっていうのが一番驚いたことですはい。 でえー、と2点目なんですが、2点目は公正取引委員会だけではなくて、その他の省庁の,の方の職場でもそうかもしれないんですけれども、あの入るまでにそのコア表というか、やっぱりそのおかおったいというか。 怖、まあ、表の、あのー、職員の方が多いのかなっていうふうに思っていたんですが実際入ってみるとあの内面は厳しいというかその内面は熱く,くなりつつかつ厳しいという方が多いんですけれども実際は柔和な物腰の柔らかな方が多いのでその実際に上司の方でも。あのー 相談しやす何でもいつでも何でも相談しやすくてありがた本当に恵まれているなと思っていますえ。ちょっと補足的な説明になるんですけれどもあの前のお二人があの働き方のところで自社出勤とかテレワークをとかそのサービス環境についてお話しされていたんですけれども、はい、私も実際入るまでその自社出勤であったりテレワークであったりっていうのがあんまりな,んかないのかなっていうふうに思っていたんですけれども入ってみるとあの本当に180度あの感想が変わったっていうぐらい。 自殺出近のテレワークも進んでましてで別にその取ることについて特にあの、まあ、その業務の計画の相談さえしていればそれを止めるあの無理やり止められたりするっていうのはことも絶対にないので、まあ、すごい働きやすいあの環境にあるなとうう思っていますで。サービス残業も あ,のあるのかなっていうふうにちょっと思ってたんですけれども実際に今までなかった実際に今までないので、はい、あのそこはあ,のあまりあのちょっともしかしたら省庁によるかもしれなっというところはあるかもしれないんですけれどもあまり心配しなくても大丈夫なのではないかなというふうに思います私からは以上です。 ありがとうございます。まさに今、あの、いただいた、そのテレワークのところとかは、あの、まさに、あの、コロナで本当に大,大変で悪いことばっかりですけど、コロナを機にですね、多分、あの、ここ、公務員の中でもテレワークはかなり普及した面があって、まだ確かに省庁によってばらつきはあるのかなとは思うんですけど、実際こういう機会で、あの、若手の方に話を聞くとですね、実際テレワークしているとか、そういった方も多いので、まあ、着実にその、破体化の改善も進んできているのかなとは思います。ありがとうございます。 それでは次に金融庁の田畑さんお願いできますでしょうか。はい。 ありがとうございます。えっと、私はここに、あの、組織の駒になるのが国家公務員と思ってたけれども、と書いたんですけれども、あとあの、学べる機会にあふれた自主性でどこまででも成長できる組織だったっていうところで、あえてこの成長という曖昧な言葉を使ってみたんですけど、なんか、その就活の時にあんまり国家公務員は成長できないよとか言われ、ささやかれ、どこからかささやかれることあるかもしれないですけど、なんかその時に、じゃあ、あの、自分が欲しい成長ってどんなのだろうって考えて、なんか、 それと合致するものがあの国家公務員として得られればいいと思うんですね。で、あの働いてみて実際に自分が得られるなと思った成長についてちょっと話そうと思います。一つ目、あのジェネラリストにしかなれないっていう風なイメージが元々あったんですけれども、なんか実際に国家公務員としてあのジェネラリスト、いろいろな情報を把握して、あそれについてあの業務を割り振ったりとかっていうあの総合調整能力が求められるのはもちろんなんですけれども、それ一つ一つの案件について ってあの詳しくなるっていうことももちろん求められていてなのでその広く物事を見るっていうジェネラリストなスキルはもちろんあの日々や業務をやってれば身につくんですけれどもなんか自分で勉強する。 あの情報には本当に溢れているので、まあ、スペシャリストにもなれるのかなむしろそれが求められているのかなっていうところがあの当初感じていたものとギャップがありましたあの金融庁に限らないと思うんですけれどもやっぱりあの当局にはあらゆる情報が一番に入ってきますので例えば金融について興味がある私だったら金融機関の,あの情報を本当にたくさん知りたいと思っていたのでそれについて知れますしあの昨日目の前の机で話していたよう ようなことが翌朝の新聞に載ってるなんてことは日常茶飯事なので、まあ、そういった情報が集まるところであのいろいろ学ぶあの自分の勉強次第で学ぶことはいくらでもできるかなっていうふうに思っています。 で、あの、同質な人しかいないっていうイメージもコマーとしてあったんですけれども、これは、あの、もしかすると、金融庁だったりとか、他の省庁とは違うかも、違うところもあるかもしれないんですけれども、いろいろな省庁から出向してきてる人だったりとか、特に金融庁に関しては、あの、民間企業からの出向者も本当に多くて、弁護士の方だったりとか、公認会計士の方だったりとか、あの、多様です。なので、あの、全然そこはイメージと違いました。 で最後のところはあの働き方のところについてもかなりギャップがあったのでちょっと今までの話とはそれるんですけれども話させていただきたくってあの皆様もおっしゃってた通り好きな日になんかこうテレワークしたいですって言ったら、まあ、それは全然 OK ですって感じになりますしあの時間給とかを使ってる人も多くて例えばあの6時15分が定時なんですけれどもそれまでの前の1時間をもう定時あの前に時間給にして早く上がって早く家に帰ったりご飯食べに行ったりとか。 っていうことも全然あの許されています。私の直属の上司は、あの数ヶ月前に双子が生まれた男性であの日々そうですね。あの双子を育てながら大変そうではあるんですけれども、あの時短出勤を使ったりして、すごくあの責任のある仕事をただ、あの家庭と両立しながらやってらっしゃる方がいます。まあ、そういった感じでかなりギャップがありました。以上です。 同質な人しかいないところ、対応ってところで、金融庁だけかも、という話もあったかと思うんですけど、これも実際、あの、対応な方が、あの、公務に来ていて、あの、冒頭で内閣府にはたくさん、その、出向者がいて、という話もあったと思うんですけど、自分が1年目の、あの、総務省に行った時も、直属の係長が、その、民間から人事交流で来てる方で、で、補佐が、あの、国家公務員で一回辞めて民間行って、また国家公務員に帰ってきた方だったりとか、本当に、あの、様々な、あの、キャリアを持ってる方が、これで、これまでの経験とかを生かしつ、いろんな政策に取り組んで、 でそこについてもあの非常にあの面白い世界だなと思ってあの想像していただければなと思いますありがとうございますでここで質疑の時間を入れてるんですけれどもいただいた Q&A の中で、えー、とこのテーマに近いの国家公務員として自分が担当する業務で達成して嬉しかったことはありますかっていう質問をいただいてるんですけどこれって何か 終わりになるる方いますすかね担当する業務で達成して嬉しいことちょっと2点ほどあって、まあ、1つは多分国家公務あるあるかもしれないんですけど、やっぱり自分がまあ担当した業務がまあ翌朝のニュースに取り上げられているっていうことを経験したとき、うん、まあ新聞に載ってるのを見たときっていうのは、やっぱ自分がこう日々退治している仕事の大きさみたいなものに気づいて、まあ、ものすごくこう嬉しく感じるところは1つあるなというところ。 2>, でまあ、2つ目が、ちょっと働き方とか、まあ、それこそ若手の裁量みたいな話につながるんですけど、なんかまあ1年目の時に、この業務のこのフロー、絶対無駄だよなっていうフローがあって、これ、こう変えられないのかっていうのをまあめちゃくちゃいろいろ思案して、絶対この方にしたほうが効率的だなっていうのを思ったことがあるんですね。で、それをまあ上司に提案してみて、初め1回、こここういう理由でダメだめだって突っぱねられたんですけど、いやいや、何くそと思って <laughs>、もう1回ちょっとあの。 丁寧にこう理由とかも整理して、上、まあ、げていったら、結果的にそれが変えられたっていうことがあって、まあ、そういった意味で、まあ、若手でもまあこう非効率な働き方みたいなところのまあ一部をこうまあ変えることができたっていうときに、まあ、あの非常にこう、まあ、その国家公務員の仕事の性質に直接かかるものではないですけど、まあ、個人的にま達成感を感じた瞬間ではありました。 ありがとうございます。やっぱりそういう業務の見直しの部分って、新たに入ってきた人の方が見えてる部分があるんですよね。その元からいていろいろ詳しい人よりも、そのペイペイであったとしても見える部分があるって、で、そこが結構若手のうちは、その上司に対して主張できる一種のなんか強みであったりして、そこっていうのはさっきあの決定権がないっていうお話もありましたけど、確かにその決定する見直すのは上司になるかもしれないんですけど、それを 考えさせる契機というか、そのか、直し方みたいな部分は、まさにその担当者が、あの、言う部分なので、そういう部分で実際のやりがいにつながっていくのかなと思います。ありがとうございます。 はい。ここで、あの、各省の方の実際のギャップをお話しいただいたんですけど、実際に、なんて言うんですかね、あの、もうここを目にブラックの報道もあるし、ある程度覚悟してる人が行くんでしょうみたいな世界とか、そんなイメージ持たれてる方もいるかもしれないんですけど、まあ、そんなことはなくて、同じように不安です。そんな思いも抱えながら入ってみたけれど、 あの実際こんな感じでしたっていうところなんですけど、本当にあの若手の今感じていることとして受け取っていただければと思います。はい、進路参考な、進路の検討の参考になればと思います。ありがとうございます。それ三つ目のテーマに移らさせていただければと思います。これまでまあ業務の話っていうのはたくさんいただいてきたところなんですけど、ま,あ、まだあの、ここまで1、2年目というところで、 ま基本的にはあの今後の国公務員としての,あのな過ごす時間の方が長いかと思うので、今後のキャリアの中でどんなことをチャレンジしていきたいかっていうところを、それぞれの,あの各府省の方に聞いていきたいなと思います。それでは連続で恐縮ですけど、内閣の森さん、お願いします 2>,、はいえっとまあ、2点ほど書いてまして、えっと、1点目が、まあ、留学等を通じて、まあ、自分の専門性を身につけるってことをまず、まあ、したいなというふうに考えています。 やっぱりまあ業務やってる上で,ですね特に自分がいるそのまあ経済分析する部署なんて、結構こう専門的なスキルとかまあ知識みたいなのが結構求められるんですね。やっぱこう日々のまあ業務の中でこう頑張ってこう学んでいこうとする姿勢も当然大事だと思うんですけど、一、まあ、回どこかでこう腰を据えてまあ専門性を磨くと、まあ、勉強する、まあ、そういったタイミングが欲しいなと思っていて、と、まあ、するとやっぱり留学っていう制度がまあここに一応用意されているので、まあ、それはちょっと有効活用したいなというふうに思っていると。 でまあ、やっぱり自費で留学に行こうとすると、めちゃくちゃもう何千万、まあ、本当に1000万円以上全然かかるわけなんですね。で、それを、まあ、公,公務員は一応そういった制度があるので、まあ、ありがたいことに、まあ、皆さんの税金であの留学に挑戦させてもらえるというところは、やはり、まあ、あのメリットかなというふうに思っているので、まあ、そこは最大限あの有効活用していきたいなと、そして、まあ、あの専門性を身につけて、まあまあ、その政策であったりとか、まあ、分析につなげていきたいなというふうに考えているというのがまず1点目です。 でまあ、2点目は逆にその専門性以外のですね、まあ、全く別の政策領域っていうところにも見識を広げてみたいなというふうに思ってまして、まあ、やっぱりその専門性を磨くことっていうのは多分まあ最優先で大事かなとは思うんですけど、まあ、一方で一、まあ、あつのことしか分からない人材っていうのもまあ面白くないですし、まあ、あの深みもないしあまりこう使えないんじゃないかなというふうに思っているところがあるので、まあ、やっぱりまあせっかくですね自分自身、まあ、あのちらっと先ほどもご紹介しましたけど、まあ、割と本当に何でもやってる所掌が広いまあ内閣府っていうところにさせてもらっ 経済以外にもです、ねまあ、本当に今までこう全く携わ立立ってこなかったようなそのまあ学問という意味じゃなくても本当にこう今の人生において見てこなかった世界みたいなのを、まあまあ、そういった政策領域でもまあこう仕事をしてみて、まあ、見識を広げてみたいなというふうに考えていると、まあ、以上の2点がまあ今後のキャリアの中でチャレンジしたいなというふうに思っていることです。 国費で留学ってところは、やっぱり国家公務員のその経歴とかをあの話す中でも留学しましたって方多いと思うんですけど、そこはまさに国家公務員の仕を目指していただくメリットかなと思います。ありがとうございます。それでは次に本部科学省の福島さんお願いいたします。 あもこちの福島です。またお願いします。えー、っと、今後チャレンジしたい、えー、したいと思っていることを、あの、2点話させていただこうかなと思います。で、左側が、あの、教育データの利活用についてっていう、まあ、より、あの、まあ、近眼的な視点というか、まあ、今、 今ここ2、3年でやりたいことを左側に書きつつ、右側がちょっと中長期的にこういうこともできたらいいなというのをちょっと調べていければなと思っています。で、まず、えー、今私がや左側の一つ目が今私がまさにやっている業務で、まあ、先ほど話したように全国学長を、えー、CBT がまあコンピューターで実施するための手続き、まあ、この辺とかは本当にあの初めてやること。 これまであのコンピューター使わずにやって紙でやってきたところなのでえ当然初めてやることなので前例なく手続き面とかもこういうスケジュール感で進んでえこここういうふうにしたら現場混乱なく進むよねというのをあの関係家とあの調整しながらあの日々考えているところでえこの辺りは非常にあのやりがいがあってあの楽しい仕事だなと思ってます。でえー、同時に あの全国学長だけじゃなくて、世の中にその都道府県が学力調査を行う例とかも結構あって、えそのあたりもあの順次 CBT 化していきたいという要望をいただいておって、実際、あのいくつかの都道府県とか自治体では CBT 化が実現しておって、このあたりは非常にあのやりがいを感じる領域で、今後も、えー、多くの自治体で実現できればいいなと思っております。はいでえー、っとちょっとそこから 中期的な視点に行くと、えー、私もともと文科省の志望動機としては、不登校とかその教育格差とかあの学校の,あの命を守るだとか、えー、いうところで、要するに不当に弱い立場に置かれている人の力になりたいというところだったので、えー、その辺りをちょっと関心分野としてあの入ってきたところで、もともと全然データには,あの興,味は興味はなかった,ってたんですけど、そこまで興味はなかったんですけど、えー、これからえ教育データというのはいろんなところにあの使い、今はあの学力調査とかやってますけど、えー 育たりってて不登校対策をデータで、えー、やったり教育格差の是正をデータでやったりみたいな話、今要するに今、えー、最初の志望動機と、えー、途中で経験した業務っていうのはきっとつながってくるんだと思っていてここはどの省庁とか、えー、どの部署に行っても一緒なんだろうなと思いながら、えー、日々目の前の仕事をやりながら自分のやりたいことを、えー、キャリアで達成できればなと思っております。 はい、でちょっと右側いきます。全然違う話になるんですけど、多、えー、省庁や地方での勤務と書いたんですけど、えー、このあたりもあのやっていきたいなと思ってます。えー 要するに、一発目が同じ政策課題に対して別のアプローチをしている、他所長の業務を経験したいみたいな話を書いたんですけど、具体名を挙げると、例えば厚労省とか、厚労省、あと子ども家庭庁とかになりますかね、あと内閣府とか子どもの貧困とかやってますけど、そのあたりで文科省は教育というか学校現場からアプローチしていってますけど、きっと、我々、文科省にいたら見えない視点もあるんだろうなと思いつつ、 そそっっっちち側に回って、えー、そっちのアプローチも経験しててみたいなと思ってますでもう一つが、えー、政策っていうのは多分国がぐちゃぐちゃやってるだけじゃ何も意味なくてあの現場で実践してなんぼなので、えー、地方の教育委員会とかあの自治体で、えー、実際にあの実践してもらうというところを があの必要ななんだろうなと思ってますでそこもあの私は経験したいなとと思っておるとこ、ろですでここ幸い、いずれも文科省からの出向制度というのがあってあの、2、3年他省庁出たり、2、3年地方の教育委員会で、えー、勤務したりということができるので、どちらも勝利的には経験できたら、あのできるあの場所ではあるのであの、できればいいなと思い、あの非常に楽しみにしています。はい、以上です。 ましたけど、もう来年の4月から内閣府の外局として設置されるので、まあ、実際にその子ども政策っていうところで見たら、いろいろ取り組んでる少女がいて、ただアプローチが違うと。とそういうところで実際に経験したいというのは、自分もあのいろんな章に行ってみたいと思うので、ここについても、ここも先ほど横並びで縦割りでっていう形で紹介しましたけど、まあ、それぞれで働くフィールドとしてあるので、そちらについては国語務員として働く魅力として感じていただければなと思います。ありがとうございます。 いいね、今後チャレンジしたたいいいいとと思ってててることについて説明させていただきます、えっと、2点ピンクの,あの囲みの中に書かせていただいているんですけれども。えっと まあ、その多くの業界の事業者の視点を持つことと、あとその多少、あの、公正取引委員会の場所での経験も積むことによって、その今後、その独占禁止法であったり、下請け法の違反行為がもう起こらないようにするための政策を自分が打ち出していくための、あの、糧にしていきたいなっていうふうに考えています。まず、えっと、公正取引委員会で行いたい業務、今後のキャリアの,の左側の部分について説明させていただきたいんですが、えっと、まず一つ目の のとコツについてはちょっと仕事のあの全体的な仕事の姿勢,で姿勢ではあるんですけれどもそのまあど,のよどのようなその業務を依頼されていたとしてもその相手が期待している以上の成果を常に出し続ける,し続けるようにな,して、うん、なりたいなというふうに思っています。で、えっと、2点目なんですが、えっと、まあ今、ちょっとその事,件あの事件審査業務の課にいて まあ、あの、今年の7月からちょっと今、勉強しているところではあるんですけれども、その事件審査業務の経験を積むことで、あの、実際にその違反行為に関与してしまった人たちのその視点というか、まあ、どういうふうにあ、あの、どうしてその違反行為に関与せざるを得なかったのか、ということを、 について、その視点を持つことで、まあ、今後、そのどういうふうな政策を、あの、あらかじめ取っていくと、その独占禁止法であったり、下請法であったり、下請法の違反行為を、その未然に防止できていく、未然そもそも未然に防止できるのかということについて、あの、考えていけたい、考えていきたいなというふうに考えてす思っています。はい。 で次右側のところに行くんですけれども、あの公正取引委員会の場所で、まあ、まずあの一点目なんですが、あの他省庁に一度出向したいなって思っています。で、その他省庁に出向することで、まあそのその省庁が、あの所管されているど どこかその一つの業界にあの焦点を当ててで、その業界へアプローチする方法について、その自分の引き出しを増やしたいなっていうふうに思ってます。でその公正取引委員会でも、その実態調査業務で、あの、ま、あその事件審査であったり、他に実態調査であったり、あと相談であったりっていうのもあるんですけれども、そのどうしてもや、やあの、まあ、まだちょっと2年目なんで、そんな大した あの本当話半分で聞いていただきたいんですけれども、やっぱりその業界にアプローチするときに、その独占禁止法であったり、その下請け法の観点から見たその取引についての,あの、取引についてどうですかっていう風なアプローチになっていくのかなっていう風に思っていますので。 で、多分それ、あの他の仕事に行ったら、またそれ別の方法でアプローチされていると思うので、まあ、そのアプローチする方法を知ることで、その自分の中の引き出しをどんどん増やしていきたいなっていうのがあります。で、2点目なんですが、その民間企業にその出向することで、まあ、その、まあ、実際の取引がどう行われているのかっていうのは、すごい、まあ、まあ、結構抽象的な話ではあるんですけれども、その実際の取引がどう行われていて、まあ、その日々何を考えながら、 あの、利益を追求しているのかっていうのところを、その自分で、あの、まず生身で経験したいなっていうふうに思ってます。で、あの、独占禁止法であっても、その下請け法であっても、そのまだまだ、あの、すべて、あの、 大企業とかになればそのおそらくあの法務部門の方とかに弁護士さんがついてらっしゃってあのコンプライアンス部もきちんとあってその独占禁止法であったりその下請け法の,その違反行為がその未然に起こらないようにその事前にその会社内でその会議とかっていうのも特にされていると思うんですけれどもあの、まあ、そういう企業日本でそ,のそういう企業ばっかりではないっていうふうにはやっな,いないのかなっていうふうにはやっぱり思うので、まあ、その民間の企業に出向することであの そうです、ね、あのちょっと話を繰り返しになるんですけれども、あのまあ、その民間の企業の側の方がそのどういうふうに利益を追求しているかということを自分であの経験することによって、じゃあその、その利益を追求する中でもあの、その中でどういうふうな策をこっちで打っていけば、その独占禁止症だったり、た請け法の行為にそもそもあの引っかからないように利益を追求できていけるのかということを考えていきたいなというふうに思っています。以上です ありがとうございます。 マモカウちゃ福島さんに引き続いて、多省庁出向の話ができたと思うんですけど、ここで、あの、多省庁の出向が、その一つの業界に焦点を当てるっていう、あの、イメージになるのが、その厚生取引委員会の方ならではの、あの話だなと思いました。他方で、その一方で、その業界アプローチする方法の多様さとか、そのなんか、やっぱり同じ政策課題であっても、アプローチする方が違うよねっていう、そこで、引き出しを増やしたいっていうところは、やっぱり、あの、全く違う環境で、あの、政策を実行するとか、そういったところの経験に 乗るのかなと思いますありがとうございます最後に議員長の田畑さんお願いできますでしょうか はい、いありがとうございます,、えっとそうですね。私は2つ書かせていただいたんですけれどもあのまず1つね「地に足のついた国際的な金融行政」と書きました。これはもともと国際関係に興味があったりとか国際的な仕事をしたいと思う一方であのただ国際的なことをするだけではなくてちゃんと日本の実態に即したことをしたいと思って。 上でその上であの金融という分野を選んだのでそれを具体的にやっていきたいという話なんですけれどもあの左側に書いたようにあのマネロンだったりとかサイバーセキュリティといったあの金融分野の課題がいろいろな金融機関に横断的な課題がある中でこういった課題っていうのはあの各国あの同じように 持っているものですなのでその課題について、まあ、日本の立場で他の当局と連携しながら議論だったりとか制度づくりに貢献したいなというふうに思っています。でそのためになんかこうあのただその国際会議で偉そうなことをしゃべるだけだったらまだ誰でもできると思うんですけれどもその,あのその下準備として例えばサイバーセキュリティでいったらその海外から あのどこかのテロ集団とかからその金融機関が攻撃を受けたらあの金融システム全体に大きな影響があると思うんですけれどもそれを防ぐためには例えば地方の金融機関地方経済を見ているような金融機関一つ一つに対してこうサイバーセキュリティ対策をしてくださいっていうようなお願いだったりとかそこの協力を仰ぐ必要があったりとか、まあ、そういった感じで金融機関の実態をまずそのためには知らないといけないですよね、まあ、そういったことについてあの実際にやってみたいなと思ったりとか。 あとはあの業界団体の実態じゃあその金融機関を使う利用者っていうのからそういうどう見えるのかだったりとかそもそもそういった制度を作っていくためには法律っていうのはどういう立て付けになっているのかそれをあの動かす政治の力っていうのはどんなものなのかっていうようないろいろ知りたいことがたくさん出てきてですねこういったものをいろいろな部署を経験しながらあの学んでいきたいなっていうふうに思っています。でその先にはきっとうちの うちに足のついた国際的なな金融行政があるのかなと思っていますでもう一つはあの「金融庁というハブをフル活用」って書かせてもらったんですけれどももちろん金融庁に対して貢献したいっていう気持ちひいては日本に貢献したい世界に貢献したいっていう気持ちはあるんですけれどもあのすごく尊敬する金融庁の中の先輩に金融庁を どんどん活用しないとダメだよっていうふうに言われてあの先ほど留学だったりとかと省庁出向という話ありましたけれどもあの本当にそれができるのってあの霞が関のいいところだなというふうに思っていてあの金融庁というあのまあ名刺だったりを持って であのいればいろいろなところに行けるあの切符になると思っているのであのそれを実際にやる中で自分の知見を深めていきたいなと思っていますいろいろな理由がまあ、そこにはありますけれどもあの半分はワクワクするからそういったキャリアをあの描いてみたいですあとはあのそうですねプライベートの充実も今のところできていますし今後もできていくかなと思っているんですけれども仕事がどんなに楽しくなってもあのそれ以外の自分の時間も大事にしたいなと思っていますあとも つやっぱり省庁って女性比率少ないんじゃないかということは入る時に思っていてそれはいい意味で覆されたんですけれどもやはり上の方の人たち偉い人たちの時代にはまだ女性の官僚になる人国務員になる人が少なかったということで女性の幹部は少ない状態ですただ私がどんどん働いていく中で周りに女性が 今増えていますし今後自分があの上司女性の幹部になることもあるかなと思っているんですけれども、まあ、その中で例えば女性特有と言われるあの出産だったりとかっていうのを自分がするか分からないんですけれどもなんかあの女性とか男性とか関係なくなんかそういうのを意識せずに働けるっていうことを自分自身の働き方を通してあの体現したいなっていうふうに思っていてあのそれがどんな影響をもたらすか分からないですけれども周りの身近な人たちにあの楽しそうだなと思って もらえるような働き方をしたいなと思っています。以上です。ありがとうございます。今お話の中で留学とか他省庁であったり、他あの他の機関の出向とか。それこそあの省庁で働くと。 こういった選択肢もありますよというところをたくさんご紹介いただいたかと思います。ありがとうございます。で、その女性比率みたいなところは、その内閣府の男女局であったり、あと自分の今いる内閣人事局の,あの人材確保担当というところでも、まさにあの計画に基づいて女性比率何パーセントだというところをやっているので、ぜひ内閣人事局にも <laughs> と思いました。ありがとうございます。 一応質疑と入れてるんですけど、いただいている基本の A が、どちらかというとこの時系列のテーマからちょっとずれてくるかなと思うので、ちょっと最後のところで、あの、もし時間に許す限り、あの、今いただいている課長も関係の話とか、そういったところはお答えできればなと思います。はい。今回はあの、4人の方からですね。 あの、今後のキャリアの中でチャレンジしたいと思ったいうことについてお話を伺いました。ここでまさに、あの、入賞してから、ここで、あの、これをチャレンジしたいですと発言いただいたということはですね、ある程度その、それぞれの組織の中で、まあ、これをチャレンジ。 したいって言ってもおかしくないっていう環境があるっていうことだと受け取っていただければと思います。なので、あの学生の皆さんも、もし、ここを目指されるのであれば、実際に入った後、あの、こういったチャレンジをする機会であったり、チャレンジしたいですっていう発言する機会は、あの、たくさんあるかと思いますので、そこについても、あの、公務員チャレンジできないんじゃないかとか、そういったイメージをもし持たれている方がいれば、まあ、そうじゃない可能性もあるかもよってところを、はい、あの、お伝えできればなと思います。皆さんありがとうございました。はい。 で、ここでちょっとパネルディスカッションという、あの、本題のところは以上とさせていただくんですけれども、ちょ、あの、今後の案内というところで、実際に、あの、皆さんにもし国交を目指すのであれば、こんなあのフローですよっていう話であったりとか、あとは、あの、こんなイベントがありますよ。今回イベントにご参加いただいたので、もう皆さんもご存知かもしれないんですけれども、こういったものがありますよというところをご説明できればなと思っています。 まずあの国家公務員の道のりというところで、もうすでに官庁訪問とか質問もいただいてましたけど、大きく分けて採用試験の部分とあの官庁訪問というところがあります。で、まず今情報収集と一番左のところで今回ご参加いただいたのかなと思うんですが、その上で国家公務員になるため採用試験を。 受けていただいて、で、一次試験、二次試験と通過された後はですね、この右から2番,2番目の、あの、官庁訪問というフローになりまして、ここは実際に、あの、各省庁の、あの、方とですね、あの、話をして、その面接をするような機会になっています。で、そこで先ほど同じ考え方をって話もありましたけど、そういったところとかをすり合わせつつ、あるところにご縁があれば内定という,う形になっています。 で、採用試験のところなんですけど、今回、あの、総合職の方に登壇いただきましたが、まあ、一般職試験であったり、専門職試験であったり、まあ、試験も様々あるので、それぞれの今学習されている内容であったりとか、あの、今後のご関心に合わせて、ご、まあ、検討いただければなと思います。これだけの区分があります。 で今、総合試験の見直しというところで、あの、人事院の取り組みをお伝えできればなと思っています。えっと、2023年、来年からですね、総合職試験の教養区分、今回、あの、森さんが合区された区分ですね、あの、実際に大学2年生からでも受験できるようになりますというところであったりとか、あと、試験値を大きく増やしますであったりとか、よりここ公務員に、あの、挑戦していただけるような環境が整いつつありますので、こちらも情報としてご提供させていただければなと思います。 もう一点。これが、あの、また、春試験という、あの、自分法律区分なんですけど、それこそ、あの、えっ、ー、と、福島さんであったりとか、あの、今回、あの、法律区分の方もいらっしゃるかと思うんですけど、LINE の春試験についてはこういった日程で実施されるというところでですね、ちょっと、あの、早まるので、こちらについてもご注意いただければなと思っております。それではですね、で、これが、あの、実際に採用試験を実施している、試験実施機関としての人事院のページをご紹介させていただきました。はい、うん え今回ですね、ご登壇いただいた各省庁の、えー、方からですね、今後こんなイベントやっていきますよって部分についてお話をいただきたいと思います。内閣府の方からお願いできますーー。お願いできますでしょうか。<あ>はい、ごめんさんお願いします。はい、えー、っと、記載のとおりですけれども、まあ、10月中の説明会の。 情報とか今載せてます24日にです、ねあのまあ、経済部局ですね、まあ、特にその内閣府の中でも経済とかに興味あるよっていう人向け、主に多分その人向けになるかなと思うんですけど、まあ、あの説明会実施しております。よろししくお願いしますで10月下旬、まだ決まってないんですけれども、まあ、あのいわゆるこう政策シミュレーションみたいなのを行って、まあ、実際にその業務の中の雰囲気みたいなのを感じてもらえるような機会も用意しているので、あのぜひあのふるってご応募いただければと思います。あの採用情報の全般はこの今表示している右側の QR コードにも載っていますので、 ので、あのぜひご確認いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。あ、読み取っていただけたでしょうか。はい。では、じゃ、次に参りたいと思います。ありがとうございます。はい。では、次は文部科学省の。お願いします。あ。 えーとちょっとどういうあこれちょっと言えって言われたから言えだけなんですけどちょっとどういうイベントがあるか全く知らない中で<笑><笑>ごめんなさい全く知らない中でちょっと発表するのはあれですけどあ多分あの僕の少なくとも僕の時はちょっといろいろ面白い説明会とかいっぱいあったのであのぜひここで見ていただければあのな Twitter とかもなんか発信してるっぽいのであのぜひフォローとか。 フェイスブック、Facebook、いいねとかいただければなと思います。で、なんか質問、人事課のアドレスまでなんかメールしたら答えてくれるみたいです。で、あとなんか今日の質問に対して、今日の僕の発表に対してなんか聞きたいこととかあれば、多分このアドレスにあのいただければ、多分そっから転送されて僕に来るのかなと思うので、もしなか、もし何かあれば、あのここにアドレスに全部いただければなと思います。すいません。あのよろしくお願いします。ありがとうございしました。 ありがとうございます。あの、本、イベントが、あの、本当に各若手職員の率直な思いが伝わった機会だってのを、より、あの、皆さんに分かっていただけたかと思います。QR コードは、はい、読み取っていただけましたかね。はい、たくさん Q&A もいただいたかと思うので、もし引き続きあれば、こんなアンドレスまで。ということで、お願いします。はい。では、厚生取引委員会の方からお願いします。すみません。ちょっと順次の方に変わります。はい、お願いします。 あすみません。えっと、ご視聴の皆さんとあと、東南省の皆さん、こんにちはというか、本番は。厚生取引委員会で人事担当しております、上村と申します。私の方から、あの、イベントについてご紹介させていただきます。あの、3つイベントをのご紹介させていただきたいんですが、1つがですね、左側に書いてある、俗初めての厚生取引委員会ということで、まあ、先日10月9日にウェブ公務研究セミナーで、初めての厚生取引委員会と題しまして、えー、説明会させていただいたんですけれども、我々ちょっと不完全燃焼で して伝えきれなかったこといっぱいあります。ということで、あのあそこでお話しできなかった業務内容のお話ですとか、答えきれなかった質問にいっぱい答える機会として、えっと10月28日オンラインで説明会とあと職員と話せる座談会を設けております。ぜひご参加いただければと思います。 で右側のもう2つ目なんですけど、人事担当、本音トーク、なんじゃこれと思っている方いらっしゃるんではないでしょうか。こちらはですね昨年度もやった企画なんですけどあの、私含む人事採用担当しております3名がですね上司不在の中でですね事前,事前に寄せられた質問にあのたくさんのひたすら答えていくという結構、ぶっちゃけトークを繰り広げる会でして、あの正直、うちの職員に聞かれたり、あの幹部に聞かれたら怒られるんじゃないかなというレベルの,あのトークを繰り広げております。 あの人事担当ならではのです、ねまあ、残業のデータとかあの、去年は本当にうちの職員の残業時間統計を取って、その数値をお見せするっていうところまでやったりぐらいの本当にぶっちゃけークとあのぶっちゃけデータみたいなのを提供する場ですので、ぜひあのラジオ感覚でご視聴いただければと思います。でスライド次のページにししていいただいてよろしいですか お願いい、いしまます。す、はい。はありがとうございますでもう一つ、これは結構真面目なやつなんですけれども、あのまあ、内定者の声を受けてあの、去年から始まった説明会なんですが、まあ、各部局の仕事、をいっぱいある、あの川村さんの方からも結構いろんな業務あるよってびっくりしたっていうふうに言ってもらったんですけど、まあ、部局の業務の説明が足りていないと。 というお叱りを内定者からいただきまして、それを踏まえてですね、各部局とか過失ごとの業務を今まさにそこで働いている職員が登壇して説明しますし、ケーススタディみたいなことをやったりとかっていうことをこう、 毎週はしませんが、あの、か、あの、リレー方式でやっていくというイベントがあります。今、あの、日程調整中でして、11月下旬から開催予定です。あの、興味がある方、ぜひご参加いただければと思います。すみません、いつも長くなりましたが、厚生取引委員会採用担当からの、あの、ご案内でございました。失礼いたします。ありがとうございます。それでは最後に金融庁からお願いします。 た採用担当の柴田さんからご説明いただきます。はい、え聞こえておりますでしょうか。大丈夫ですかね？はい、えっと私あの金融庁一緒かで採用担当しております柴田と申します。私からあの簡単に今後の金融庁のイベントについてご案内をさせていただければなと思います。で,ですね。あの、今後のイベントに関してまスケジュールは？ スライドに書いてある通りなんですけれども10月はですね基本セミナーという基本業務説明会に加えてサステナブルファイナンスっていうあの持続可能なあの経済社会の実現のために金融としてどういうアプローチができるのかといった観点のテーマ別説明会でしたりあとはこう一般職志望者向けイベントあとは総合職の教養区分 受験されている方向けのイベントなどなどですね。皆さんの興味関心に合わせたいろんなイベントをあの企画しております。どれもあのオンラインであの参加できるものになっておりますので、あのいつでもどこでもどんな場所からでもあのご参加できますので、あぜひあのお気軽にあの予約していただければなというふうに思っております。 あとですね、11月も、あの、同じく基本セミナー、基本業務説明会でしたりとか、あとは採用チームとの座談会、あとは他のテーマ別説明会とかですね、いろいろなイベントを企画しておりますので、あの、10月はちょっとこう、都合が悪くて参加できないよって言った方もですね、ぜひ11月のイベントにご参加いただければなというふうに思います。最後に、あの、マイページ登録のお願いというところで、あの、金融庁は採用マイページというものを開設しております。 今のご案内したイベントの予約だったり、あとはこうメールマガジンを通じたこうイベントのご案内等をあのマイページに登録していただくだけでこう簡単にこう受け取れるようになっておりますので、ぜひあのこの画面の下にある QR コードをあの読み取っていただいて、あのぜひご登録いただければなと思います。あのちょっと登録にあの個人情報とかあの書いていただくことになるかなと思いますので、ちょっと後でやりたいよっていう方はです、ね、ぜひこの画面をスクショしていただければなというふうに思います。 以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今日もあなたがスクショをいただいたという、はい、ことで次に進めればと思います。で,ですね。あの、内閣、今回内閣人事局者をさせていただいたんですけれども、ツイッターであったり、あの、ホームページ準備しておりますので、こちらも、もし、あの、お時間あれば、ご確認いただければと思います。うん で,ですね、今実際あのシルカフェというところで,ですね、あの座談会はオンラインなんですけど、やってまして、そこでもまさにあの10月20日には今回あの登壇してもらった、厚生取引委員会の方にも登壇いただいたりとか、あの、こういったイベントもやっておりますので、ぜひ興味ある方はご参加いただければと思います。 では、ですね、あの最後にというところで、あの今回あのご登壇いただいたあの四人の方から、それぞれ。今回ご参加いただいた学生皆様に、最後にちょっとメッセージをいただければなと思います。内閣の森さんからお願いできますでしょうか。はい、お願いします。そうですね、最後に、まあ、あの国家公務員の就活とかに限らず、職業選択をするにあたってですね。 やっぱその実際にその働いている人の声を多分1対1で聞くっていうのが大事じゃないかなと思ってまして、まあ、今日みたいな説明会の機会も十分こうあの参考になると思うんですけどやっぱりあの組織を背負ってこう話すとなるとなかなかこう言えること言えないこと多分限界あると思うのでもう僕自身今日、まあ、あの基本うそを偽りなく話したつもりですけどやっぱり1対1であの聞ける情報とか、まあ、その人の感じているものっていうのを あのさらにこう一対一だとこうより聞ける部分もあると思うのでぜひあの大学のその OB 訪問機会とかを活用してですねまたまあ今ってこういろんなサービスもあるのでまあそういった機会を活用してまあ一対一でまあその人の働いている人の声を聞くっていうのをぜひ大切にしてまああの納得のいくまあキャリア選択をしてもらえればなというふうに思います今日はあのいろいろとお話聞いてもらってありがとうございました。で終了。 ありがとうございましたの福島です最後、メッセージというところで結局、自分のやりたい仕事なのかっていうところで今日もあのこういう説明会に皆さん出ていて偉いなと思いますけど結局、幅広にまずは情報収集して自分がやりたいこととこの点はいっぱいちょっと質問とかもいただいててそれなりにかしたつもりではありますけど。 結局自分のやりたいこととその仕事の相性がどうなんだというのをあの幅広くあの多く情報収集していって一番自分の考えに近いところに就職するというのがあの一番幸せなお互いに幸せな形かなと思いますであので全然国家公務員あの本当に素晴らしい仕事ですけどそれにと,れとらわれず幅広に情報収集してもらっていろいろ自分のやりたい仕事、えー、を、えー、探してもらえればなと思います。でその中で国家公務員とか文科省とかを選んでもらえれば本当に嬉しい限りだ なと思ってます。また皆さんと一緒に働けるのを楽しみにしてます。ありがとうございました。個税取引委員会の川村さん、お願いいたします。あ、本日はありがとう。あ、公正取引委員会の川村です。本日はありがとうございました。と、本日。 あの短い時間ではありましたがあのお話しさせていただいたことがその皆さんの生活に、まあ、少しでも役に立つかどうかわからないんですけれどもちょっと思い返あの後日思い返していただいたりっていうようなことがあればすごい嬉しいなっていうふうに思いますあの、まあ、国家公務員であったり公正取引委員会に対してその今どういうイメージを持っているかがすみませんちょっとわからないんですけれどもすごく本当に楽しい場所なので、まあえっと、やりあのご自身のしたい仕事をあの ご自身したい仕事を選んでいただくことが一番大事ではあると思うんですけれどもあの国家公民非公正取引委員会もその視野の一部に入れていただいたら嬉しいなというふうに思います。でまたちょっと個人的な感想ではあるんですがふだ、えっとまあ,あの,普段の仕事の中で自分の志望動機であったりあとこれからチャレンジしたいことについてその考える機会っていうのがちょっとまあなかなかまあなかったっていうのもあってちょっと今回その事前のスライドを準備させていただく中で、まあ、その自分が自分のあの これまで,これまでそのしてきた業務であったり、それからその自分が今後何をしていきたいかということであったり、まあ、あとその今、この時間に多省庁の方の,その同期の方のが今、どういうことを頑張っているのかというお話を聞けて、すごくあの身が引き締まる思いでこのあの、これからも精進していこうと思います。本日は機会いただきましてありがとうございました。就活頑張って、頑張ってください。以上になります。ありがとうございました では最後に金融庁の田畑さん、お願いいたします。 はい、本日はありがとうございました。ちょっと時間も延びてると思うので、あの私から3点だけお伝えさせていただきます。まずあの、皆さんもおっしゃってましたが、就活の際はよく情報を集めてくださいということで、あの情報収集の方法にも、こういった説明会もありますし、1対1でお話しするのも本当に大事で、あとは私はあのそんなにたくさん情報が収集できないなと思ったので、ツイッターだったりとかあの、ブログとかで現役の国家公務員の方、いろいろ発信されていることもありますので、なんかそういった多角的な情報収集を ぜひしてください。で、そのインプットが一つ目です。 2つ目があのアウトプットの面でその情報収集したものを例えば周りの人同じように就活してる人だったりとかあとは各省庁の採用担当だったりとか合わせてもらえる人に話してみてください家族もそうですなんかそれで自分の考えがブラッシュアップされたりとか自分として何を大事にしてるのかっていうのが見えてくるかなと思っていますで3つ目は特に国家公務員だからっていうところで、あのー、言わせていただくんですけれどもなんかこの組織から何を得られるかっていうことは就活でよく考えるかなと 思うんですけれども、それは労働環境だったりとか待遇だったりとかそれだけではなくてなんか自分がその組織ですごく偉くなったらそこで何をしたいかどういったことを成し遂げたいかだったりとかその組織をどのようにしたいかっていうことまで考えられると何ですかねあの自分の意思決定がすごく強くなるしあとは官庁訪問であの人とお話しする時もあの一歩。 そうですね、あの一つ視点を挙げられるかなと思いますし実際に働く中でもあのそれが目標となって生きていくかなと思います。本本日は本当にありがとうございました 当初は18時間までとなっていたところ、時間もオーバーしてしまい、大変申し訳ないんですけれども、本日は、あの、1時間にわたる、ウェブガイダンス、こちらで一応内容としては終了させていただきたいなと思います。本当に皆様、ありがとう、登壇者の皆様、ありがとうございました。また学生の皆様、えー、お話を聞いていただいて、本当にありがとうございます。皆さんの進路検討の一助となれば幸いと思っております。ありがとうございました。